皆さんこんにちは、おたよめちゃんです。はい、ということで今回はですね、久しぶりにアベールさんの購入品紹介です。イエーイ！はい、ということで久しぶりのアベールさんの購入品紹介なんですけど、何週間か前に視聴者さんからアベールさんで広告に載ってない真夜中のメロクロちゃんグッズがいっぱい売ってるんですけど、おたよめちゃん知ってますかって教えていただいて、で、もちろん知らなかったんですけど、でね、すぐに買いに行きたかったんですけど、ちょっとね、予定が詰まっててなかなか買いに行けなかった。最近ですね、大阪に帰った時に、久しぶりにアベールさん巡りする時間があったので、してきました。もうね、この買った量を見てもらったらわかるんですけど、めちゃくちゃ真夜中のメロクロちゃんグッズがありました。インテリア系のものがメインで、で、結構ね、種類もたくさん出てたので、早速紹介していきたいと思います。まずこちら、めっちゃ大きい袋なんですけど、これ一袋実は全部ブランケットなんですよ。やばくない？この量。見て、これ、真夜中のメロクロちゃんのブランケット。めっちゃ可愛くないですか？で、今から紹介するシリーズ、全部ね、この柄になってます。シリーズで揃えて買ったらね、お家の中が真夜中のメロクロちゃんでコーデできて、めちゃくちゃ可愛いと思います。アベールさんね、クッションとかね、いろいろ真夜中のメロクロちゃんのインテリアをね、結構出してくれてるので、私の部屋の中もね、着々と真夜中のメロクロちゃんが増えていってます。こっちがマイメロちゃんのブランケットで、もう柄めっちゃ可愛くない？柄の密度って大事やと思うんですけど、これはね、柄がスカスカでもなく、ちょうどいい感じになってます。こんな感じでリボンとビジューがあってね、もうめっちゃ可愛い。このちっちゃいハートね、ほんまに好きなので、めちゃくちゃ可愛い。こっち側はもうお布団みたいな感じでね、ふわふわなんですけど、裏がちゃんとね、こういう感じで、羊っぽい感じのね、モコモコになってるので、めちゃくちゃあったかいです。こちらがお値段なんと1200円で、サイズがですね、膝掛けサイズで 70×100 センチになってます。膝掛けでね、使うには結構しっかり大きめサイズやし、持ち運ぶのにもギリいけるかなっていうサイズ感です。クロミちゃんもこんな感じでめちゃくちゃ可愛くないですか？柄がね、ちゃんとマイメロちゃんと同じ感じでぎっしり詰まってます。クロミちゃんもね、ふわふわ素材で、後ろがね、ちゃんとこんな感じになってます。クロミちゃんも同じ1200円で、サイズが膝掛けサイズで 70×100 センチになってます。このサイズでもね、十分使いやすいんですけど、もう一サイズ、大きいサイズも売ってました。それがこちらです。もうこれね、めちゃくちゃでかくて、画面にこれしか映らないんですけど、毛布みたいに使えるやつやと思います。柄とか、裏のね、素材とかは同じなんですけど、サイズがハーフサイズってなってて、100×140 センチってめちゃくちゃでかいじゃないですか。毛布ぐらいあるサイズ感になってます。で、こちらがお値段2300円です。黒みちゃんもハーフサイズあります。めっちゃ大きいしね、かわいいほんまに。こちらもお値段2300円で、サイズが 100×140 センチになってます。続いては、めちゃくちゃね、発見して嬉しかったものなんですけど、こちらのインテリアマットです。これさ、もう床に引いたら絶対可愛いやん。こちらがインテリアマットの一畳用になってて、サイズが 85×170 センチになってます。結構ね、縦に長い感じのやつなんですけど、実はね、もう1サイズあって、もうちょっとね、長くないサイズもありました。で、私はこの部屋が結構ね、縦に長いんですよ。なのでね、いつも2枚マットは敷き詰めてるんですけど、今回はこちらを購入しました。で、もちろんクロミちゃんもあって、2枚敷き詰めてるからメロクロでやったらいいんじゃないかなと思って、このメロクロちゃんの一畳用を買いました。こちらはお値段がそれぞれ1800円になってます。こんな感じになってます。あ、すごいすごい。結構ね、しっかりしてる。こんな感じです。素材はふわふわのカーペットっぽい感じです。で、後ろがね、こういう感じになってて、あんまり滑り止め効果とかはないかなっていう気がするんですけど。クロミちゃんはこういう感じです。ブランケットとね、同じ絵柄ですね。かわいいほんまに。クロミちゃんもふわふわしてて、後ろは同じですね。こういう感じになってます。マイメロちゃんとクロミちゃんを並べて敷き詰めたら可愛いなと思ってこんな感じで使おうと思います。で、私お部屋はね、ピンク色が好きなので、全部ピンクにしたいなと思った時に、もう一枚ないと困るので、これもね、予備に買いました。全くね、同じサイズのマイメロちゃんになります。インテリアマットなので、こんな感じでね、いろんなとこに使えるので、残った一枚はね、どこかまた違う部屋に使おうかなと思ってます。インテリア系で言うと、視聴者さんが教えてくれたのには、寝具とかもあって、敷きパッドとか枕パッドとかそういうのもありました。ふわふわ素材で、さっきのね、ブランケットの毛布的なやつと一緒に使えるやつやったんで、可愛いなと思って見てたんですけど、私が見た店舗ではシングルサイズしかなかったので、ちょっと見送ったんですけど、一応ベッド周りのものもありました。あと、インテリア系ではこちらが最後なんですけど、これめちゃくちゃ大物です。ようこの袋に入ってるなと思うんですけど。よいしょ、これめっちゃ重たいねん。見てー、可愛くないおっきいクッションで、これがね、もうめちゃくちゃ可愛くて、こんな感じでめっちゃね、分厚いんですよ。裏表ね、同じ感じになってるんですけど、こちらが、長座布団っていう商品でした。クッションじゃなかった長座布団です。で、お値段が2800円になってます。サイズが 59×110 センチになってます。結構大きくないですか？これね、もうめちゃくちゃふわふわでさ、もうこれ引いて昼寝したいぐらい。で、これクロミちゃんで、で、もちろんね、マイメロちゃんもあります。見てー、めちゃくちゃ可愛くない？もう画面全部がね、同じで申し訳ないんですけど。めっちゃ可愛いんですよ、これ。マイメロちゃんも2800円で、サイズが 59×110 センチになってます。見て、この分厚さ、ふわふわなんですよ。なかなかね、こんな大きくてふわふわなものってないので、これはもう見つけて即買いでした。ほんまに可愛い。見て、こんな感じでこうペタッとね、L 字にやったら、座椅子みたいになって、この使い方めっちゃ天才やと思うねんけど、結構ね、ここもたれられなくて困ったりするのでね、今後これ使おうと思います。インテリア雑貨はこちらで以上なんですけど、まだね、一つ発見したものがあって、こちらのパジャマです。めっちゃ可愛いんですよ、これ。これが長袖のパジャマで、上がね、これなんですけど、ズボンもついてて、こんな感じでテロッとしたベロアっぽいズボンがついてます。見て、タグもむっちゃ可愛い。こちらはお値段が3800円になってて、サイズが私は L サイズを買ったんですけど、M サイズもありました。で、これ L と M どっちも試着したんですけど、結構丈が短めなので、私は身長がね170でちょっと背が高いので L サイズにしました。横幅とかはそこまで変わらんかなっていう印象です。襟がね、まずめっちゃ可愛いんですよね。フリフリの襟がついてて、で、胸元にですね、刺繍が入ってます。これめちゃくちゃ可愛い。両方にポッケがね、ついてるんですけど、ポッケのここ地雷感出してくるのむちゃ可愛くない？で、ポッケはね、もちろんちゃんと中に入れれます。家着でね、ポッケあるんって地味に便利じゃないですか。後ろはこんな感じで、おっきめの襟になっててね、めちゃ可愛い。で、ズボンの裾もね、フリルがついてて地味に可愛くなってます。裏側もね、ふわふわで、着心地がむっちゃいいです。めちゃくちゃ可愛いくすみピンクで、このテロッとしたベロア素材がすごい気持ちいいです。で、これはね、クロミちゃんもあって、クロミちゃんはグレーやったんですけど、L サイズがなかったのでね、ちょっと変えてないんですけど、また見かけたら買おうと思います。はい、ということで、アベイルさんの真夜中のメロクロちゃんグッズ購入品はこんな感じでした。もうね、アベイルさんね、マジでクロミちゃんのグッズいっぱい出してくれるし、今ね、クロミ化計画みたいなんでね、アベイルさんもクロミちゃんとコラボしてて、もうそのグッズもね、めっちゃ可愛いからね、私も買いに行こうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。